私としてもフランチャイズ業界に入ったのが浅い人間だと思っていてですね、毎日勉強できているのが非常にありがたくてですね、インプットが多いとですねアウトプットをしたくなってくるので、モチベーションがめちゃめちゃ上がったりするんですよね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。はい、今回はですねフランチャイズの窓口の川口さんと、はい、林さんがね売り出してほしいと言われて置いてった秘書の大池さんが出てます。大池です。はい、雑談会です。何について話そうかと思うんですけど、僕はフランチャイズで長いこと仕事してきて、フランチャイズの業界に優秀な人が入ってきてくれるっていうのはすごい大事だと思ってるんですよ。はい、川口さんなんて、はい、今のこの立場になるまでにフランチャイズで働こうと思ったことないですよね。全然ないです。もともと何してたんですか？デジタルマーケティングの会社で営業職をやっておりました。どんな展開からこうなって、はい、フランチャイズ業界に来たんですね。そうですね。大池ちゃんも当たり前だよな、何も考えてないよね。何も考えてなかったですあれ林さんの秘書はどのぐらい経つんだっけ？もう8ヶ月ぐらいですね。どうですかフランチャイズ？フランチャイズ僕いいなと思ったのは、こんだけ人材不足って言われてる中で、会社っていう組織とその従業員って組織ってなんか構造的に利益相反になってるなって僕はずっと昔から思ってて、サボればサボるほど社員は美味しいじゃないですか。それだと経営者は困るってところで、フランチャイズでちゃんとオーナーになってもらってお互いに高め合っていくっていうのはなんかフランチャイズの一番いいところだなって僕は見てて思いました。なるほどね、勉強してきたようなことは言うね確かにそれはそうなんだけど、会社とのオワコンだとか言われるけれども、これやっぱ時代が変わってきてて、僕が サラリーマンになった35年前とかそんな頃っていうのと、あらゆるものが変わってきちゃった。やっぱり一番あれだよね、残業代とかちゃんと出さなきゃいけないとか、昔はそんなの普通にないんだよ。普通に15時間固定とか、15時間でも作ったらいいんだみたいなさタイムカードあるんだけど押すなとか普通にまかり通ったの、はい、で有給だって あるけどないもん、でそういうことができれば結構会社もいいもん、儲かるじゃんこの会社の方が、はい、でも今は社員を大切にしないとある程度そうですね、ってなってくると、社員は大切で、有給を与えなきゃ、残業代も出さなきゃいけない。今度は社会保険料っていうものがむちゃくちゃ上がってる。その当時は今の半分ぐらいだからね。会社ってのはもう非常に厳しいから、より利益相反しやすいよね、はい。給料出す人ともらう人では。配分がもう全然違っちゃってるから昔と、昔なんてよく飲食店なんて給料なんか出さないで働けみたいなその方が勉強になるんだみたいな、でもそれがあったわけだよ、皿洗いだから飯は出るんだよ別に家がなかったら上で寝ててもいいからそういう時代って今違うからね。でも川口さんは今の会社が1社目？今の会社は4社目になります。今いくつ？今43になります。結構年なんだな見た目めっちゃ動かないですよ。だったらかなりこっち寄りじゃないですか。そうです、なのでサービス残業の世界とかは通り越してきた人間やっぱり変わってきたでしょ。そうですね、全然変わってきましたね。サラリーマンとして何年？サラリーマンとしては20年ですね。20年か、ちょうど僕は20年で独立っていうか、独立した気持ちはないんだけど、なし崩し的に独立したと。そういうことは考えないですか、まあ、今ここの立場で考えないですか今まで考えたことなかったですか正直なところでいくと今は独立とか考えてないですね。もうその言葉を期待してましたここでやっぱりもう今の仕事が充実してるのか、使命感を感じてるのか。楽しい職場ですね、はい、何が楽しいですか？私としてもフランチャイズ業界に入ったのが浅い人間だと思っていてですね、毎日勉強できているのが非常にありがたくてですね、インプットが多いとですねアウトプットをしたくなってくるので、営業をずっとやってきた人間からすると、モチベーションがめちゃめちゃ上がったりするんですよね。でそれを繰り返しやっていくことによって業績として見えてくるので、めちゃめちゃ楽しいなと思っております。はい、なるほどね、はい、フランチャイズ業界で働く心得としては、他の業界に比べるとまだまだダメなんですよ。ダメでもできちゃう業界なんですよ。そこをチャンスと思って、楽して儲けられるんじゃなくて、この業界をある程度変えていこうと思うと割と簡単に成果が出る。他の業界に比べたら思う。飲食の業界なんてのはもうあれだけサービス合戦をしてるから、もうちょっとやそっとじゃ変わんないんだよね。でもフランチャイズ業界なんて穴だらけ、ボロだらけ、叩かなくても埃が出てるわけだから、なんとかしがいがあるわけだよ。
各 FC 本部の営業も緩いでしょ。これ一番緩いと思うよ本当に。もっとちゃんとやれよと思うんだけど、はい、やらなくてもある程度それなりの本部になっちゃってるから、そこら辺はやっぱ何とかしていくべきなんです。大池君とかからしてみたらおかしな大人たちしかいないみたいな風にも見えてると思うけどどっかの会社に勤めたことがないからなかなかあの難しいポジションです、ね、うん、僕のスタンダードこれになってますから。それは違うからイメージとしてはアーティストしかいないみたいなところに入ってるわけだから、そこをいい経験にして何かができるかどうかっていうのは、まあ、あなた次第だろうな。どうしようと思ってたの、就職うまくいかなくて。やっぱ弁護士なのと思った。この間契約書を見てたらなかなかちゃんとな、違う視点で見てるなと思ったありがとうございます。まあ、なれるよ今からでも弁護士その年だったらお前弁護士だって医者だって何だってなれんだよ。ここにもう骨埋めようと思ってるんで、うん、弁護士なんて実はあんまり稼げないから、そっちの界隈の稼げないちゃんとやれば、ね、悪魔のささやきが。もうそこだけが羨ましいな。あ、今から同等でもなるっていうと。そう、うん、もうならないからね。そうですね、はい、57なんてもっとなんない、うん、自分の好きなことしかしなくても生きられるけども、昔に戻って変えることはできないから。そうですね、はい、羨ましいですね。本当頑張ります。だからそのいろんなね、変な社長のいいところ見て何を感じてどう自分にしていくのかだよな。5年後10年後とかどうなってるとか目標とか持つタイプ？全く想像つかないですね。前までは弁護士になるということしか考えてなかったんで、就職して働きながら弁護士になると思ってた。最終的な目的地が一回バンってなくなったんで、今は何も考えられてない。意外と弁護士を目指してっていうのはね、いるからね、やっぱり。確かに、例えばフランチャイズ本部の社長でモスバーガーの中村さんってもともと弁護士を目指して、そうなんだ、うん、川口さんとしては、はい、ここから5年10年どうしていきたいですか？5年後にはですね、おそらくフランチャイズ業界の有料媒体としては不動のトップを取っている形になっているかと思いますので、うんうん、まずはそこを実行させていただいてコミットしたいなというところですね、うん、本当に頭一つ抜けていけば、はい、比較サイトというものの中で、はい、どこが一番いいのっていうのは絶対あるんで、アントレは昔はリクルートです、はい、リクルートっていうのはあらゆる媒体でそのトップを取ってて、はい、高いんだけどリクルートじゃないと決まらないっていう、うん、だそこを取ることですよね。僕は本当に当時からリクルートってアントレだけじゃなくて大嫌いだったんですよ、はい、でもリクルートは高いんだけれども営業マンも気に入らないんだけども決まるんですよ、はい、だから使う。なんだかんだ窓口っていうのはなんか他に比べて営業マンもヘコヘコしないし、はい、なんかサービスも良くないんだけども、でもやっぱり決まるんだよな、はい、だそこを取るってことだろうね。そうです、はい、島袋さんを見た時、あ、この人ちょっと面白いなと思って。 ありがとうございます、まあ、第1回目は常に酔っ払って見てますからでその次の日、まあ、あのもう一回ちゃんと見て、おお、なるほどと、はい、ありがとうございます。だから林さんからね来たと、はい、いや川口さんだったらもうぜひ出てもらったらいいよって言ったの。いやもうありがたいです本当に、という感じですよ、はい、大池ちゃんもね、あのどれだけこれで受け取れるか分かんないけど弁護士になろうと思ってたんだっていうことは伝わったと思うよ。あ、そう、はい、全然変な雑談会でした。ありがとうございます。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、はい。